長襦袢をまとった人々が櫓の上で笛や三味線、鐘の音に合わせて太鼓を叩き、見物客を楽しませる勝山詐欺町。勝山に春の訪れを告げる祭りです。祭りの期間には市内の地区ごとに12基の櫓が建てられ、町全体が詐欺町一色に染まります。この日に向けて地元の人たちは一丸となってさまざまな準備を積み重ねていきます。詐欺町は勝山の人たちにとってなくてはならない行事なのです。詐欺町は勝山の人々みんなが参加し盛り上げる祭りです。櫓を建てる区の一つ、元町二丁目区では、本番を1ヶ月後に控えた2月に入るとその準備が佳境を迎えます。この日行われているのは祭りで飾る短冊と絵あんどん作りです。世相を反映する川柳を書いた絵あんどん、その川柳は広く区民から集められたものです。そして描く人が川柳を見ながらイメージを固め、絵に起こしていきます。祭りの1週間前、地区の通りに短冊が飾り付けられます。朝8時から担当の区民たちが総出で行います。作業をすること6時間、すべての短冊が取り付けられました。通りは華やかに彩られています。いつもの年ですと、天気がいいもんでワクワクしてこれ釣ってるんですけど、今年は雪が多かったもんで、今日何人果たして応援に来てくれるかということが心配だったんですけど、今日30人近く来てくれたんで、非常に思ったよりも時間が早く済んで助かってます。でもこれは済んだんで、あと一周祭りに向けてワクワクしております。うちの区はよその区と比べて子供が多いんですね。だからおじいちゃんおばあちゃんいる人は来てもらって孫の顔を見て写真撮ってもらって、そしてお父さんお母さんそういう人来てもらって、みんなで楽しむ祭りにしたいなというふうに思っております。詐欺町の代名詞ともいえるお囃子、その練習は区ごとに行われます。本番まで1週間を切るとその練習にも熱が入ります。詐欺町では子どもたちも櫓の上で演奏します。こちらではその練習が行われています。子どもの練習が終わると、続いて大人の練習が始まります。
まあ、若い子供の頃からやってるって方は少ないもので、なかなか入りづらいところがあるんかな、曲も知らない人も多いんかなと思うもので、楽しんでやってもらえればと思うような覚え方をしてもらってるんで、一冬一シーズン越しますと大体体が動き自体を覚えてしまってるんで、1年経験された方はもう大概スッと1回の練習で戻れます。まあ、どこの矢倉にも負けないように目いっぱい盛り上げていきたいと、まあ、こういう外れの矢倉なんでなかなか観光客の皆さん少ないんで、区民全員で盛り上げたいなと思っております。祭り前日、矢倉が設置されます。最近では区ごとに矢倉会館を作り、そのまま出し入れができるようになっていますが、ここ元町二丁目区では男たちが一から矢倉を組み立てます。櫓の近くに作られるのが御神体です。御神体は松の木を芯として竹を組み合わせて作られます。この御神体は祭りのフィナーレを飾るどんど焼きの時に弁天瓦で燃やされます。祭りで飾る作り物の製作も始まります。身近にある生活道具を使って、あらかじめ決めてあったテーマをイメージできるものを作り上げます。いろんなものを使って今まで作ってきたんですけど、なかなか難しいと思います。あまり古い道具にこだわりたくもないんですけど、やっぱ古い道具のが本当はいいんでしょうけど、身近なもの、日用品を使ってっていう表現ですので、素朴なところからこう書き流しを見ていただいて、あ、こういうことねっていう感じで見ていただければいいかなと思ってます。ちなみにこの作り物、何を作ったかは祭りで披露されるまで一切外に漏らしてはいけないという決まりがあります。翌朝、祭り本番1日目です。9時45分から各地区で順に神事が行われます。雪日は勝山の町に西より伝わる三丁の日なるを持ち、大町二丁目区は区長をはじめ順番の人たち、大の人たち、ことごとく引いて集いて佐野ためつ物を備え祭り、大都瀬に人をたび使え祭る三そして午後1時、フレ太鼓が演奏されます。今年は上袋田区が担当です。いよいよ勝山佐木町祭りの始まりです。
暮れ太鼓が終わると元町二丁目区のお囃子と太鼓の演奏が始まりました。浮きのおどけた演技を楽しもうと大勢の見物客が集まっています。夜遅くまで続きます。祭り2日目の午後8時半過ぎ、神明神社で御神火送りが行われます。各区の代表はこの日を松明にして列になり、九頭竜川の弁天河原に向かいます。そして午後9時、一斉に御神体に点火、どんど焼きの始まりです。うちら二丁目は子ども中心なんで、子ども会それからジュニアが頑張ってくれましたんで、非常に我々としては盛り上がったと思っています。それと元町二丁目の空の祭りなんで、もっともっと区民の皆さんに楽しんでいただけるような工夫も来年はもっともっとやりたいというふうに思います。これで春が来たなというふうに思います。どんど焼きの火が消えると、勝山佐義町は幕を閉じます。そして間もなく勝山に春が訪れます。